Well, thank you very much. 株メールご紹介ありがとうございました。日本国際交流センター、それからアフラックに対しましては、本日こうして私をお呼びくださったことに感謝を申し上げます。私は本日はこんなチャンスをいただきまして、違うトピックについて話をするというのは本当に嬉しいことだと思っております。それは男女平等、職場におけるジャンル平等を目指すためにはどうしたらいいかという話であります。でもやはり最初に TPP に関して少しコメントをしたいと思います。 TPP の合意というのはこれは大きな達成時であります。特にいろいろな問題が関わっていたということを考えますと、どんなに多くの問題にを取り扱ったか、どれくらいの国が関わっていたか、それ以外にも我々交渉官が直面しなければいけなかった課題のことを考えれば本当に素晴らしいことだったと思います。これは日米の協力が経済の分野でできたということの証左でもあります。このように日本のカウンターパートとは協力な関係を持っているのだから、相互に尊敬し信頼をしているのであって、共有された目標を持って高いスタンダードの TPP を作ろうということを共有しています。私は貿易交渉官というキャリアだったところからこのトピックに関心を持つようになりました。大体私交渉するときはほとんどは相手は男なんです。アジアの男なんです。で、私はよく聴衆から聞かれるんです。アジアの男の人を相手にするというのはどんな感じというふうに聞かれました。そしてどういうふうにすれば成功できるのか、そして日本人の女性にとっても参考になるようなことは何かあるだろうかということが聞かれます。そういうことを今日はぜひ議論したいと思っております。それからまたいくつか私なりの観測したこと、どういうことが大事であるか、どういう工程表、どういう道筋で女性が仕事において成功するかということについてのアイディアを申し上げたいと思います。我々は大体交渉というのはいつでもやっているんです。貿易協定を交渉するということは他の交渉ことと似ているところもあります。貿易交渉するときのコアスキルは5つあると思います。1つは問題解決スキル、2つ目はよく相手の言うことを聞くということ、3つ目は我慢強くあるということ、4つ目は信頼感を持っているということ、そして5つ目には大きな図式を頭に描きつつも細かいことも学びます。女性というのはこの5つの分野全てで能力を持っています。従いまして多くの強みを交渉の場に持ってくることができます。私はナンシー・レーガン、もうちょうど先週お亡くなりになったんですけれども、いろんな方がいろんなコメントをなさいますが、ずいぶん前のことですけれども、こういう質問が出たことがあります。夫に対してあんなにアドバイスをするというのは どういうことを考えているんですかというふうに聞きました。そしたら彼女が言うのは、女性の方が直感的で他人の心を読めるのは女性なのだということを言っていました。だから交渉のテーブルではまさに女性の強さはそういうところにもあると思います。でも、いつもいいことばかりではありません。チャレンジもたくさんあります。私も個人的にいろんなチャレンジに見舞われました。男性中心的な職場での仕事ですから、いろいろなチャレンジがありました。その中でも大きなものは何であったかというと、これは本当に自分で証明して見せなければならないということでありました。ということです。私はラッキーでした。ベストな USTR の方々から学ぶことができました。また USTR のオフィスでもいろいろ勉強することができました。それからまた非常に有能な上司や同僚に恵まれました。女性も含まれております。で、私はここからジェンダーの話に入りたいと思うんですけれども、 USTR で私が使えた9人のうち3人は女性でありました。その3人はそれは全て私にとって重要なメンターでありロールモデルでありました。アメリカはもちろん女性を高いレベルに推進する、昇進させるということで官民ともに相当の前進をいたしましたけれども、まだ仕事は残っております。こういった問題に取り組んでおられますけれども、日本だけではないのです。日本、女性をリーダーシップポジションにつけると苦労しているのは日本だけではないのです。アメリカもこの重要な努力においては日本と共に歩んでいるのであります。私はいろいろ考えてみますと、これまでこの分野でどんなことが言われ書かれていたかということを考えまして、5つの重要な要素について語りたいと思います。第1点、まず
この分野でしなければならないのは上層部のコミットメントということです。シニアリーダーシップから男女平等というのはプライオリティが高いんだということをコミットしてもらうということで、強い信号を発出する必要があります。男女平等にコミットをする、それによって実際に変更と行動を起こすのだということを言わなければなりません。安倍総理というのはこれは明確にそして一貫して進めておられます。彼は女性というのは日本の経済にとって貴重なメンバーなのだと、そしてもっと完全に官民双方日本の社会の中に統合していかなければいけないということを言っておられます。こういうことを言ってらっしゃいます。私は一人一人を大切にする一億総活躍こそが究極的に成長、究極的な成長戦略だと確信しています。女性の活躍がこの根底にこそあり最大の課題なのです。アベノミクスはウーマノミクスです。すべての女性が輝く社会を作ることは成長の本質ですというふうに彼は言っています。アメリカにおきましてトップレベルのコミットメントとして我々の首脳も言っております。去年の秋第4回世界女性会議でオバマ大統領はこういうことを言っています。社会の意思決定プロセスに参加し権力へのアクセスを持つことを含むあらゆる社会分野に平等に基づいた女性のエンパワーメントと完全参加は平等、開発、平和を達成するために基本的なものです。そこから2つ目の要素に移りたいと思います。それはシニアレベルのコミットメントを法律と規則によってバックアップしなければならないということであります。300人以上の従業員がいる場合には義務を持つようになると、こういう企業においてはデータを出さなければいけない。今の労働者の配分がどうなっているか、どれくらいの女性がいるのか、自分たちの雇用労働力に何人いるのかということを報告しなければならない。それから公表しなければならないのは行動計画、これも発表しなければならないんだそうです。オバマ大統領も女性のエンパワーメントを支持しています。いろんな分野で彼はいろいろな措置を取っています。そしてそういった言葉を行動へとちゃんと変えています。日本で目立っている分野があります。それは長時間労働ということであります。私は日本ができるベストなこと、もし本当に女性を活躍させるということにコミットしているならば、やはりこの長時間労働ということを短縮することが一番大きな意味を生むと思います。 OECD 諸国の中で日本というのは最も大きな男女の家事に割く時間の格差が大きい国であります。 OECD の予測によりますと男性というのは平均的に日本では1日24分、女性は199分家事をしているという推計が出ております。アメリカはどうでしょうか。何立派ではありませんけど日本よりはいい数字です。女性は2時間今日、男性は82分家事をやっております。その中でもすぐに広まりまして、他の人も同じようにやる、疑問視されるリスクなしに、送り迎えをする父親が増えたということであります。これもトップの人たちが行動をとって手本になって、そして職場のカルチャーを変えるということです。ポジティブなロールモデルを作ることができるのであります。疑いもなくもっとすることはたくさんありましょう。アメリカの官民、双方でやることはたくさんあると思いますけれども、行動があるということが変化への方向性を提供していると思います。3つ目でもう一つコメントをしたいんですけれども、カルチャーが変わらなければいけないということですけれども、これはテクノロジーを促進するということについてであります。テクノロジーというのは使い方次第であります。それがいろんな形で使われることによりまして、もっとフレキシビリティが職場に導入されるということになるし、働くスケジュールも変わるでしょう。しかしながら職場のカルチャーを変えるというのは本当に難しいことであります。これが難しくないとでも言うかのように4つ目の一つの大きな問題もあります。それは社会文化の変化ということであります。職場の外の社会、この40年間この文化的な規範が変わってきております。アメリカでの女性は今では本当に選択をすることができます。簡単に選択することができます。仕事をしたいのか、労働力の一部になりたいのか、それとも専業主婦になりたいのか、それは社会がいいとか悪いとか判断しないでそういうチョイスをすることが
ができるようになっています。こういったこと5つ目の要素で最後に皆さんにお話をしたいと思っていること、それは結局この全体の中の一つといたしまして、サポートメカニズムと呼ぶものが必要だと思います。職場における女性に関して、その中には例えばメンタリングとか経験を分かち合うこととか、ネットワーキング、それから訓練、そういうことが入っています。それが目指すところは、すべて女性に対してサポートを提供し、そしてそのサポートを経て職場で成功してもらうということであります。これはメンター、ロールモデルということが関わってきます。リーダーシップにある女性というのは、若い人たちに対しましても指導を求めている人に対してそれを与えていかなければなりません。結論として申し上げますけれども、男女平等を職場で勝ち取るための道にるというのは、これは凸凹道であります。これは日本にとってもアメリカにとっても他の国にとっても平坦な道ではありません。私は自分のキャリアでもそれを学びました。でも確信を持っております。もしこの問題をオープンに話し合えば、そして一緒に努力をすれば、そして変化を受け入れて決意を持ち続けていれば、相当の前進をすることができると思っております。結論として言いますけれども、強調いたします、男女平等、女性のエンパワーメントの問題というのは、女だけの問題ではありません。女性にとっていいことだけではなくて、男性にとってもいいことであり、社会にとっても、そして経済全体にとってもいいことなのです。この問題を正面から取り上げるということによって、日本は大変なチャンスを迎えるということになるでしょう。それが何を成し遂げることができたかを、アジア太平洋の他の国に示すことができるからです。以上です。ありがとうございました。